いつかカンナの赤絨毯一緒に歩こうな。って言うけどさ、あんたこの3ヶ月間ほぼ家にいるじゃない。バーナー、どうした。こんな言葉知ってる？働かざる者食うべからず。基本的に役者はさ、正社員になったら終わりだ。だから俺は24時間演技のことだけを考えて。頭おかしいんじゃないの。本当に勝手だよね。出てけよ。ここの家賃払ってるのは私ですけど、出てくんだったらあんたが出てけ。うるせえ。ダメ男か。惨めだね。すいません。何やったのよ。いや別に何も。あんた悔しかったらさ、勝負してみる。いつでも勝負してやるや。あ、最後ぐらいかっこいいとこ見せてよ。無理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 なんて言うなよ。役者なんだから一世一代の芝居見せてよ。あなたの唇の俳優っていうのは人にあらずって書くんだよ。別の人間になりきるのが本当の役者なんだよ。夢見せてくれる男って貴重よ。リングサイドストーリー。